行方知れずの宝石。元気なうちにいろいろやっとこう。ゆっくり見ていって。眠くなってきた。いらっしゃい、ご用は。どうですか、水河の宝石は見つかりましたか。ブラードを騙す今から宝石を、偽物の宝石を渡してイブラードを騙す。6000ゴールド以上かかるのかな。そうですか。では、そっ…よく来たのう。わしの身、どれも秀逸。何恥ぬ品ばかりじゃ。そーら、できたぞ。持っていけ。使い道にはありがとうよ。これで、これが本物で、これ偽物が2つ。贋作ですか。これが役に立つような場面はあるんでしょうか。本物と比べても違いはほとんどない。少し意地悪な考えが浮かんできますよ。でこれで、このおっさん、イブラ…どうですか、水河の宝石は見つかりましたか。贋作を渡す。おお、素晴らしい。礼を言いますよ。ただし、報酬はまだです。その前に確認せねばならぬことがありますのでね。商売というのは信用が。大丈夫、イブラヒム老人の鑑定眼は本物ですから。さあ、一品店に参りましょう。さあ、ついてきたまえ。ついてきたまえ。ちょっと上からだな。宝石見つけてもらったくせに。ごきげんよう、イブラヒムさん。この水河の宝石の鑑定をお願いできますかな。鑑定が終わるまで私は少し席を外します。あなたはここで待っていてください。なんだ、まだ鑑定中だ。気が散るから話しかけるな。どういう意味だ。そういう意味です。そんなことをしたところで鑑定結果は変わらんぞ。イブラードの旦那には相当な額をいただいてるんでな。懲りないやつだな、あんたも。金は嫌いじゃないが、俺も仕事の信用を失うわけにはいかないんだよ。おいおい、さすがに断るのが惜しい額だな。負けたよ。だが、こんなのは今回こっきりだからな。Yes。 鑑定が終わったようですね。結果を伺いましょうか。さすがは各社さんだ。紛れもない本物でしたね。我が紹介もこれでしばらくは安泰でしょう。では報酬をお支払いしましょう。また何か問題があった時にはあなたにお願いしたいものですな。イブラード殿は宣言通り金払いがいいですね。ロギンのいい足しになりました。いいですね。よく来たの。長距離移動なら牛車を使うのも手ですね。魔物の少ない街道ですが利用。おお、あんた、水河の宝石は見つかったか。ああ、助かったよ。これで俺も自由の身だ。受け取ってくれ。少ないだろうが、今の俺の全財産だ。よし、俺はこれでずらがるぜ。二度と会うことはないだろうが、この恩は忘れないよ。オフルベ殿には悪いことをしましたね。どうにか乗り越えてくれるといいのですが。心が痛いですね。ははは。